はい、井上さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気役部アニメワクワク研究室 YouTube パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回は、前回これちょっと話したと思うんですけど、確かね、その時はね、ホームページが若干消えてたので、うろ覚えで喋ったような記憶があります。はい、こちら、じゃじゃん。なんて読むのこれ、ペイルブルードット。バトルアスリーティス大運動会リスタートということで。で、高藤るい先生が、書かれております。今、ホームページの、今、ウィキペディアで読み方調べたんですけど、東大出身ってマジなの描かれております。バトルアスリーティス大運動会が、リスタートになりました。はい、もうね、我々世代は懐かしいですね。むしろもうこういう懐かしさで売られに来る時代になったんだなっていう、こう一周回ってしまった感を、こう若干恐ろしさを感じますね、最近は。はい、でね、コミック、リュシェル、コミックリュシェル&コミック、ジャルダンっていうところで読むことができます。まあね、無料で公開されてますね。で、新作アニメーション企画進行中ということで、90年代各メディアを席巻した、そうなの？バトルアスリーティス大運動会シリーズの完全オリジナルコミック企画が2020年にいち早く発信。全体要件最高のスポーツエリートが、大運動会優秀選手の称号コスモビューティーを目指し、白熱のバトルを繰り広げる、史上最高最大の SF スポーツアクションが今スタートということでね。まあ、多分オリンピック合わせの復活企画だったのかもしれませんけれど。まあね、私みたいなおっさんにはもう懐かしさ全開でございますね。いやー。で、まあ、最新、1話、2話が、0話かな？プロローグ。まあ、もうプロローグはなんかもう、こんなんですよぐらいの紹介で、1話が、今読むことができるので、まあ、懐かしいなと思った方は読んでいただければなと思います。そうそう。でね、あれ、このキャラを、懐かしいんやけど、これって新キャラやな、一応と思って一応今調べましたけど、名字が同じのキャラかながいるので、まあ、そういう系かなと、思っております。いやー、大運動会ね、なんかやってたよね。主人公の、あかりか、神崎あかりが、なんだっけ、なんかすごい人の娘やったっけ、前のコスモビューティーがなんかそうね。で、なんかライバルが、それの走り方を丸コピーして走るみたいな、そんなことやってましたね。懐かしいな。もう懐かしすぎて、これの何が面白かったのか全然覚えてない。ちょっと、D アニメとかで見れるんですかね。見返したいなって思うくらい懐かしかったですね。はい。なのでね、全然今流行りの無料コミックで読むことができる、コミックリシェル&コミックジャルダンという、まあよくわかんないですけど、あまり存じ上げない、配信サイトですけどもね、そちらの方で、読むことができます。ペイルブルードット、バトルアスリーティス大運動会リスタートということで、まあまだ1話なので、全然スタート話はこれからですっていうところです。なんだろうね、主人公と、そのライバルかな、この二人が今出てきて、で、大学っていうのをなんて読むんだっけ、これ。まあいいや。大学に入って、これからコスモビューティーに目指しますぜっていうところで終わってますと。まあ大学は甘くないよっていう感じで、スタートしておりますので、まあね、まだまだ全然1話始まったところなので追いつけるので、チェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今回は、コミックリシェル&コミックジャルダンで連載でいいのかな、公開されておりますペールブルードットバトルアスリーです大運動会リスタートの、話をさせていただきました。いやー懐かしいっすよね、大運動会ってこの衣装が懐かしいもん。はい、まあね、こんな話を、毎回、しております。電磁気役と申します。まあね、頑張っとねと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ、みんなも読んでみて。